皆さん、こんばんは。こんばんは。広瀬優です、今日はですね、あの先生に、はい、アトム法律事務所という、ね、弁護士の方に、今日はですね、ちょっと個人的にあの相談したいことがありまして、はい、お伺いさせていただきました、はい、今日は本当によろしくお願いします。よろしくお願いします、はいはい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、結構前々から結構悩んでることがありまして、うん、はい、格好動画ってありますよね、うんうん、はい、前私 FC2 っていう、うんうん、あのアダルトサイトで、うんうん、チャットレディとして配信してたんですけど、うんうん、その動画をなんか YouTube にアップロードされてるんですよね、うんうん、しかも無断で。なるほど、はい、うん、肖像権っていうのになんか値するんじゃないかなって思うんですけど、うんうんうん、それはどう思いますか。基本的に、はい、そこに引っかかる可能性がある権利っていうのは、例えば肖像権の一つだし、はい、あとパブリシティ権って聞いたことありますか。パブリシティ、パブリシティ権っていうのがややこしい名前があったりとか、はい、まあ、あとはまあプライバシーとか、はい、あとは著作権とか、だいたいこの4つどれか引っかかるかなという感じなんですけども、はいはい、まず肖像に関しては、肖像権っていうのはその自分の要望、見た目をまあ乱れに撮影されたりとか、うん、あの公開されたりしない権利ということなんで、はい、あのちょっと今回の場合は元々の映像が、まあ、公開の場なんですよね、はいはい、FC2 って、まあ、公開の場で配信してたということなんで、はい、まあ、直ちにはちょっと肖像権っていうのは、うん、まあ、まあちょっとグレーなのかなみたいなイメージです、うん、で一方でパブリシティ権というのは何かというと、はい、その肖像、要は自分の名前とか、うん、顧客誘引力、顧客誘引、うん、要はお客さんをその名前とか写真使ったら捕まえれる場合、うん、その時はその自分の顔とか名前は自分自身で、まあ、先祖排他的に、要は他の人を排除して自分で独占して使うことができるっていう権利があるんですね。それに関してはまさに今回の場合該当するのかなと思ってて、まさにその広瀬さんの顔、広瀬さんの名前っていうのが人を呼び寄せるような状態で、はい、それを第三者、他人が勝手に無断で使ってるっていうことであれば、そういうパブリシティ権に基づいて、うん、何かアクションを起こすことはできるのかなと思っています。はい、なるほど、うん、じゃあその人に対して何か訴えることもできるんですか。うん、訴えることできますね。で実際ただ訴えるって、裁判所を使って訴えるってなるとむちゃくちゃハードルが高いんですよね。例えば YouTube に、無断で転載されてたとしても、はい、実際訴えるってなったらまず相手の名前、はい、住所が分かる必要があるので、はいはい、ってなると、まあ、YouTube に開示を申し立てて、で YouTube に開示を申し立てても YouTube ってアメリカにある会社なの で、はいはいでね、はい、まあまあまあそこから道のりがないんですよ。なんか、はい、だからひとまずはその裁判どうこうというよりかは、はいはい、YouTube の中のフォームあるじゃないですか、はいはいはい、そこで、いわゆるパブリシティ権が侵害されているとか、まあ、そういうのと大元たどれば、いわゆる人格権というような言われ方するんですけども、はいはいはい、私の写真動画が勝手に使われていて人格権が侵害されているというようなフォーム投稿して消してもらうというのが一番実際的です。早いってことですね。早いです、はい、なるほど、わ、うんうん、かりました。あと2つぐらいあるんですけど、うんうん、